はい、皆さん、こんにちは。ファミリー小林です。今日はですね、昨日消費税、まあ、増税の、まあ、動画を上げたんで、実は今日は話題はほとんどないんですよね。ただ、まあ、話題ないけども、まあ、ちょっとね、まあ、私のまあ、健康の、その、進行状況、ちょっとお話ししたいと思います。ですね、今私、この、右の下の奥歯が、歯周病なんですよね。で、今、歯周病の治療に、歯医者さんに通ってます。で、まあ、徐々には良くなってるんですけどね。で、その前まで、三叉神経痛というのを、ものを患ってて、三叉神経痛っていうのは、まあ、こう、上、額、そして、頬、そして顎ですね。この、耳のところから、こう、ある神経なんですけども、3つに分かれる神経なんですけども、その神経が、ちょっと痛くて、それでまあ、病院に通って、で、まあ、薬飲んで治ったんですけどね。で、その、下のその、歯周病の歯と歯が痛むのと同時に、この上の奥歯、まあ、正確に言うと奥から2番目の歯なんですけども、もう、まあ、痛み始めたんですよ。で、その上の方は、その三叉神経痛の影響で痛いんじゃないかということで、で、三叉神経痛が治ったら痛み止まったんですよね。ところが、今日、働いてる最中に、すんごい痛み始めて、もう歯と同時にこの頬のところですね。で、この痛みっていうのは、もうまさしく三叉神経痛の痛みです。で、まあ、ということはやっぱり再発しちゃったのかなと思って。なんでね、三叉神経痛、薬はあるんですよね。で、まあ今後まあ薬、まあ、お医者さんからもらった薬もあったんですけども、もう全部飲み干しちゃったんで、でも今後また再発するんじゃないか。三叉神経痛っていうのは結構再発しやすい病気らしいんですよね。しやすい神経痛らしいんで。なんでまあお医者さん毎回行くのもちょっとめんどくさいなっていうこともあって、まあ、今通販で、その、並行輸入ですね。海外で作ったその三叉神経痛に効く薬。それをまあ日本にまあ並行輸入してる。そういう風な会社があって、で、そこで、まあ、お金払って、まあ、薬、もらった、薬買いました。で、まあ、今後それを飲んでいくことになるんですけども、ですね、三叉神経痛の薬っていうのは、確か、まあ、お医者さんに通ってた時っていうのは、42錠で、いくらだったかな、まあ、600いくらだったと思うんですけども、ですね、100錠で換算すると、100錠、およそ1600円なんですよ。薬局で払うの。ただ、それプラス、お医者さんに、まあ、まあ、見てもらう、その診断料がありますね。その診断料が、だいたい600円から1000円ぐらい。だから800円と取りましょうか。なので、800プラス1600で、2400円かかるんですよね。100錠得るんであれば。で、今回この、並行輸入で買った、その海外からの薬、確かシンガポール産かな、あ、確か、海外から買った薬は、まあ、もう税込みも全部込み込みで、3400円なんですよ。だから2400円、3400円、引くと1000円。で、この1000円分っていうのは、やっぱり手間代って考えれば、まあ安いかな。病院に行かなくても、病院で待たなくても、薬局で待たなくても、まあ、電車代、まあ、かかりますからね。行くとしたら。なので、そういうふうなものを考えると、うん、まあ、1000円ぐらいは安いもんかなと。それで、まあ、まあ、並行輸入で海外から、まあ、取り寄せた薬、これからガンガン、まあ、飲みたいと思います。ですね、1回につき2錠、1回につき2錠を1日3回飲む。それを、まあ、1週間やって、私は、病院に通ってた時は治ったんですけども、まあ、今回も、まあ、そのペースに準ずるペースで、まあ、飲んでいきたいなと思います。で、この三叉神経痛の薬というのは、もともとは、転換の薬なんですね。転換用の薬だったんです。ところが、まあ、転換の他にも三叉神経痛にも効くよっていうのが分かった。で、それが、さらに転じて、抗うつ剤としても用いられることがあるらしいです。うつ病の、患者さんにも、まあ、飲ませることができる薬らしいですね。だから結構きついんですよ。うん、きついんですよ。こう、三叉神経痛を治すには、1錠じゃ私ちょっと足りなかったんで、2錠飲んだんですけども、2錠飲むと結構きついんですよね。どういうことかっていうと、まず眠くなります。まず眠くなる。で、次に、やっぱぼーっとしちゃうんですね。聞いてくると。うん。ぼーっとしちゃうんですよね。
うん、だからあの別に私うつ病今患ってるわけじゃないんで、まあまあ結構普通の、まあうん、まあ精神状態なんで、そういう人が飲むとやっぱりちょっときついっていう感じなんです。だでもまあ三叉神経痛、あの痛みを考えると、飲まざるを得ないなっていう感じになります。なんでね、これからちょっとあの三叉神経痛再発したっぽいんでね、まあ、再発したのがどれぐらいで治るのか、ちょっとまあやってみたいと思います。また治った段階で、動画まあ上げていきたいな、時間があれば上げていきたいなと思います。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス、アスタマニアン。